さあマチャドがマウンドに上がっています。今日2人目です。あと代打の福田がそのままレフトに入って、ロドリゲス今のボール156キロ、まあ、軽く投げているように見えるんですね。あのキャンプ中も実戦見ましたけどね、はい、これもいっぱいです。155キロ、初見のバッター非常に打ちにくいんじゃないかなと思いますけどね。そしてコードしてきます。今のがシンカー系のボールだと思うんですが、チェンジアップの握りなんですね。それでも140中盤出てますからね。はい、そうなんですね。まあでも真っ直ぐより10キロぐらい遅いんで、はい、159キロストレート低めに外れました、はい、ちょっと引っかかりましたけど、はい、ここは外に外れてフォアボール。2番カリステアウトコースいっぱいです。ライトへ、ライトに入って北がボールを抑えています。今もおそらくチェンジアップなんでしょうか。少しこうシュート気味に落ちてくるんですね、はい、チェンジアップがね、はい、ボールが沈んでいます。このボールいいですね、はい、このボールワンバウンドフォアボール。初球まずはストライク、高めのまっすぐ、外の変化球バットを出しますが、一塁は3のファールボールです。詰まってファーストゴロ、セデイのピッチャーへトス、スリーアウト。強い力でね勝負しました ね、 ね、完全にここは詰まりました。中田翔ファーストゴロ、ランナー2人残塁です。マチドランナー2人を出したんですが0点に抑えました。